はい、というわけで、はい、今日も解説していきたいんですけど、僕この一番最初のムカデ対ラビットの動画で、次は風磨のことはラオタイリュウキですって言ったんですけど、違ったじゃないですか、うん、はい。で、前回のボンズさん対シーマさんの動画で、はいはいはい、一番最後、続いての解説、次の回の解説動画、風磨のことはラオタイリュウキでお会いしましょうみたいな、言ったじゃないですか。また違いました。なるほど。なんか僕その試合多分めちゃくちゃ好きなんでしょうね。あ、早く見たい。かもしれないですね。まあ一個一個もちろん全部面白いんですけど、これ1回戦第1試合、第1試合サイモンジャップ VS 新エースっていうカード。新エースさん、あの新エースくんの一番最初のな、初登場の回ですね。だから引退しますからのまさかの新エースっていう回ですね。誠の方なんですね、これ。そう、あ、誠じゃないですね。新アドレナリンの新、はい、あ、新の方ですね。そう、サイ VS、まあ、サイモンさん、うん、やばいっしょ、まあ、この結構ね、1回戦大試合としてすげえ面白いカードなんじゃないかなっていうところでね、あんまりこのカードってあったのかな、今までサイモンジャップ VS、 あ、ないですね。だって新エースくん初登場ですから、あ、バトル初めてですから。あ、初心者の人ですか。じゃあもう初めてです。初めて、初めてです。あ、なるほど。そういうくだりもあるんで、ちょっと早速あ、入れていきたいと思います。お願いします。1回戦第1試合のカードはサイモンジャップ VS 新エース。後ろのあれかっこいいよね、モニターの。今回ちょっとね、カジノをイメージして作っていただいたんですけど、カジノなんですね。そうそうそう。おー、ちょっとサイモンさんがね、まだ来てないみたいなんで、あ、新エースさん、はじめまして、派遣社員と申します。はじめまして。すごい、すごい日本人より深いお辞儀してる。すごい。すいません、到着いたしましたんで、まずはビート聞いてから、そこからじゃんけんの方に移らせていただきたいと思います。1回戦前半の BJ を務めるのは DJ 柳久しぶりの司会なんで、めっちゃ噛みます。ウーバーですね、ビート。うん、すごいいいですね。うん、いいですね、最高のビート、そして最高の MC バトル。すごい、僕このビート好きなんで、最初矢野武さんこのビート決勝にしようとしてたんですよ、ね、してくださろうとしてたんですけど、まあその始まる前に楽屋で、いや、これもうこれで始めて、すごいね、なんていうの、華やかなビートじゃん。だからもうそれで始めてください、逆に。ここが1回戦大試合、急遽してもらったんですね。8勝ずつ、3ターン勝負になります。それでは参りましょう。DJ やらたけ、レッツゲイ。どんな感じだろう。新エース誰だ。これ、もうさっき聞いたフローやるっていう感じですね。こんなのありか、やっぱりこいつマジチャラいじゃん。うん、引退して速攻で復帰。あ、いいですね、すごいっすね。何こいつピッチ、みんなで言ってやれ、 MC バトルはそんな甘くねえんだって。何を言ってる、俺はシャラシャラしてる。すっごい髪長くない。やっぱ言うんじゃねえ、芯がついたエースかなりヤバいじゃん。 Yo! 速攻復帰じゃないぜ、俺は吹っ切れてるからぶっちぎりだぜ。 Hey yo!甘くない、お前の胃はそんな硬くない。いや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 、全然お前は吹っ切れてないし、ぶっちぎってないし、まずは最初俺のフローを真似してるだけ。コピーだろ、そんなのお前じゃ無理だぜ、全然いけてない。この辺のフローめっちゃうまいんだよ。陰謀踏んだって芯がないのは分かってんだろ、名前だけじゃないんだよね。あー、名前だけじゃない、生意気じゃないし、君のコピーよりもコピーに君をコピーしていくだけなんで、コピー&ペーストじゃねえ、これはペーストじゃない、エースのペースになるぜ。 Hey yo! ペースなんてねえ、お前のこのフローの真似なんてしなくてな、俺の方がやることはみんなが承知。 Hey yo! 頭上に上がる方がいい。マジでクソだせえな、お前。もっと真面目にやっていくんないかな。何がコピペ、お前どんどん落ちてそうな APE。 今日は命日うわーやばー。サイモン JAP、 J エースって名前背負ってんだよ。お前みてえに簡単に名前は変えねえ、タトゥーの掘ってんだわ。これ超パンチラインだよね。かっこいいね、そのタトゥー。もしかしたら細かく掘るやつ、でも俺はタトゥーはねえんだ、自分の肌の黒が生まれつきのタトゥーだって。おー、この返しやばいな。これすごいよね、これやば。3バース目に言ってるんですよね。そう、むずっ。これでも最後の畳みかけもすごいわけじゃん。これ1回戦ですか。そう、1試合目か。1試合目でこれはやばいっすね。それでは聞いていきます。先攻サイモンジャップ、うわ、後攻新エース。おお、もう1回いきまし
ましょう。先攻サイモンジャップ、後攻新エース、勝者サイモンジャップ、新エースにもお気楽しお願いします。じゃあ新エースさん、何か一言あればお願いいたします。そうですね、あの派遣のせいだ初めてのバトルだったんですけども、あのすごく楽しかったです。ありがとうございます。また今後とも新エースもよろしくお願いいたします。あと私ではなくて、どういうキャラ設定なんだ。アイスさんがこの間アルバム出したみたいでして、そのアルバム物販の方で売ってるみたいなので、皆さん興味があったらぜひ買ってあげてください。あいつクズなんであんま聞かなくていいと思うんですけど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。新エースさん、初バトルでぶちかましてくれてありがとうございます。緊張しましたっていうね感じなんですけど、やっぱ結構この日ですね、はい、サイモンさんもそのエース君もほんとギリギリに到着1回戦大試合なんですけど、まあ二方とも一番その16人とか DJ とか、まあ、20人ぐらい演者がいるわけじゃないですか。でその一番最後の2人だったんです。うん、で実際サイモンさんギリの到着でみたいな感じになったんですけど、はいはい、だから1回戦第1試合ですけど、だから1バース目2バース目からそう3バース目にかけてのやっぱギアのかけ方すごいな。うん、やっぱ3バース目で2人ともさパンチラインバンバンだったし、そうですね、そう、 あと一応解説動画なんで解説させていただくと、はい、JS って名前もタトゥーで彫ってるみたいな、うん、それやったんですけど、まあ、JS っていうねレーベルというか、はい、レーベルですね、はい、サイモンさん、ね、そうサイモンさんのレーベル、うん、その後のエース、あ、新エースさんの返し、うん、生まれながらの黒のタトゥーっていうのすっごい、そのやっぱその日本で言うからこそやっぱ意味があるというか、あーなるほどね、そのバースは、はいはい、すごいバースですよね。そうテクニック面で言ってもそのエース君とかってやっぱそのバトルのね本当強者というかバトル後者だと思うから、なんかどう引用返していったらいいのかも分かってるし、そのさパンチラインその生まれつきのタトゥーなんだよって言った後さ、うん、ブワーって行くんでって、はいはい、最後もう4小節まで家計が A がねーテーマでとバーッみたいな、そのパンチライン踏んだ後ってやっぱさ、そうなんていうの、畳みかけていくとさもうずっと盛り上がり続けるわけじゃん、ね、ずっともう湧いてる状態で、そう、まあ、そういうのの作り方とかすごいうまいよね、うん、まあ、サイモンさんとかもさ結構さ陰の人みたいな、はい、ね、陰なんかその結構そのなんていうの、まあストリートのタイプのラップで何でもできると思うけど、うん、そうフローとかもできるし、オールラウンダーというか、ね、そのいろんなことができるってやっぱり、うん、なんていうんですかね、経験がものを言うというか、そうだね。でこの時出してたアルバムの中で実際その、はい、ブライアンチャレンジでツイッターでも出してた、はいはい、ラップギャング、はいはいはい、とかも、まあ、すっげえ早くてなんか7文字ぐらいの韻ずーっと飛んでるし、そこにメロディーとかもついてるから、はい、まあ、なんかシンプルにやっぱスキルプラスこのなんか生き様みたいなかっこよさっていうのを合わさると、ああもうとんでもないことになるんだなみたいなのを体現してるうちのね一人がやっぱサイモンさんとかだとね、もうですね。でこれだけでこれが1回戦第1試合でした。やばいっすね。では次の解説動画、はい、次は次こそは次こそウーマンコタロベースリーチなんで、皆様楽しみにお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。